こんにちは、萌です。今回は中目黒で今行っている私の個展についてちょっと紹介したいと思います。建物はこんな感じなんですけど、中目黒駅から徒歩10分ぐらいです。この看板を目印に入ってもらうと、ちょっと階段登ってもらうと入り口なんですが、ここで消毒をしてもらって入っていただくと、最初にポップアップシリーズを飾ってあります。一番最初に私の大好きなチョコミントアイスを飾ってるんですけど、夏なのでちょっとでも涼しそうなのを飾ってみました。で、最初の方はこういう感じでハッピーな感じなんですけど、奥に行くと、私のこの個展の、DM にもなっていたコラージュシリーズが飾ってあります。で、この奥のスペースを全部コラージュのスペースにしてるんですけど、これを、背にして入り口の方を見るとまたちょっと雰囲気がガラッと変わってこんな感じになってます。こうやって見ると、ね、だいぶ雰囲気が違いますね。で、このポップアップシリーズの反対側、こっちには、私のイーライシリーズ、これは私のオリジナルキャラクターシリーズなんですけど、これが飾ってあります。で、この一番、真ん中のやつはこの個展で一番大きいサイズになります。 S50号なんですけど、これは唯一、木に描いたやつですね。で、ここに一つだけ、ジオメトリックな抽象画も置いてます。ちょっと 3D に見えるみたいなやつなんですけど、一つだけ置いてます。そしてこっちにはポップアップシリーズのエアプランツを置いています。で、こうやって見るとちょっと斜めに壁がなっているのがわかると思うんですけど、そこには私の風景画シリーズランドスケープを飾っています。で、この小さい方は、パレットナイフで描いたものです。これはアクリル画です。そして反対側にあるちょっと大きめのね、このちらっと見えてる風景画は油絵です。そしてここに私のソーカルシリーズ、ソーカルライフシリーズですね、それ飾ってます。で、ここから見るとね、こんな感じなので、反対側とまたこっちはちょっとだいぶ違う感じです。こっちの方がちょっとサイズもね、小さめのサイズを多めに飾ってるんですけど、この個展中に私がライブペイントもしてます。在廊中は、お客さんがいない時もいる時もね、ちょっと描いたりもしてるんですけど、こんな感じで描いてます。なので完成楽しみにしておいてください。詳細は概要欄に貼っておくので、あとね1週間なのでお近くを通られる際はぜひ覗いてみてください。在廊予定日は、インスタグラムにもアップしているので、そちらもぜひチェックしてみてください。では、また次の動画で。バイバイ。